スナックハーバーに出演するシャーメイン・ネビル・スナックハーバーは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズ、フォーバーグ、マリニー地域のフレンチメンストリートに位置する著名なジャズクラブである。スナックハーバーは、ニューヨーク・タイムズ紙に、ニューオーリンズで最も品の高いジャズクラブと評され、またローリングストーン氏は、音楽的なランドマークと表現した。同クラブでは、 地元は元より全米の著名なジャズミュージシャンがライブ演奏を行っている。レギュラーの出演者の中には、シャーメイン・ネビル、エリス・マルサリス、アービン・メイフィールドらがいる。同クラブはグレン・メニッシュによって設立され、後にジョージ・ブルマットへ売却された。ブルマットは2007年までオーナーであったが、同年63歳で、心臓発作により多界している。 ハリケーンカトリーナの影響で一時的に閉鎖に追い込まれ、ニューオーリンズのジャズ文化に大きな打撃を与えることとなった。しかし数ヶ月後には再開し、今日も地元のジャズシーンにおいて重要な演奏の場として機能している。ありがとうございます。